広島市立浅北中学校高等学校は広島県広島市浅北区山入東一丁目にある公立高等学校とかつて存在した中学校広島県では最初の併設型公立中高一貫校である広島市の最北部に存立し勉学と部活動の両立を推し進めている浅北中学校卒業生が 朝北高等学校に進学した2007年度からは、朝北の新しい教育の本格的な展開を開始し、豊かな人間性、品格の育成と学力、進学力の向上に力を注いでいる。学力、進学力の向上に関しては、少人数クラス編成と5年生から目指す進路の実現に向けた学習コースを設置を特色としている。 中高一貫校となってからは、国公立大学への進学者数が増加傾向で、平成25年春に卒業した5期生には、京都大学や大阪大学をはじめとした、南韓国立大学へ進学した生徒もいる。2014年に、同じ敷地内に、広島県内では、初となる、中等教育学校である、広島市立広島中等教育学校が開校した。 朝北中学校、高等学校の入学生は、そのまま朝北中学校、高等学校の生徒として在籍し卒業する。2016年3月31日をもって、朝北中学校は閉校した。中高とも、次の委員会がある。高等学校には、以下のつぼねがある。中学校全員に入部が義務付けられている。高等学校なお、上記の制服は、 中高一貫校となってから導入された。ほとんど初対面の相手と学校内にある商用館というセミナーハウスで一泊二日の合宿を行う。3年生3月に語学研修としてカナダで約一週間のホームステイを体験する。前期後期の二学期生昼食は自ら弁当を持参するか、食堂を利用するか、パン販売を利用するか、 デリバリー給食を注文するか選択することができる。中学校3年生は11月頃に浅北高等学校へ進学を希望することを学校側に伝える。同校内進学を希望せず他の高等学校などを受験することも可能であるが推薦入試は不可である。また他校を受験をしすべて不合格だった場合も浅北高等学校に進学することができない。 一般の中学校から高等学校へ入学することも可能であるが、非常に希望者が少なく定員割れになっている。しかし、不合格者が相当数出る。また、平成19年度実施の入試より独自問題になる。校内の様々な事柄に、上り明という故障を使うことがある。例えば、文化祭を、上り明祭。 同校の敷地内に併設されている宿泊施設は、のぼりあきら館と呼ばれている。また、PTA 通信は、のぼりあきら、中学校の学校だよりは、サンライズである。いずれの名前の由来も、朝来た、朝が来た、日が昇る、のぼりあきらというものであり、昔から使用されている。ありがとうございます。